にちは、はるかです。今回もご視聴ありがとうございます。今回は、ビッグイックですね、タミヤのなんだこれはなんか記念モデルで出したやつですよね。当時の、ホットショットまで出てたのかな、それの、特別使用者ですよね。マイナーチェンジというか、はい、特にあの前後ギアボックスは一緒なんですけども、ステアリング機構に実車と同じラッカーのピニオン、スライドギアとちょっとあの部分的にあるピニオンみたいなのでスライドさせて、ちゃんとブーツまでやって実車っぽい感じにしている機構と、あとはフロント、ちょっとスタビライザーがなくなってしまってるんですけども、じゃあの左右独立した CVA ダンパーを4本装備して、であとは、専用のエアロホイール、専用エアロボディと、あとはあれですね、ダイナテックじゃない、あの特別モーターを与えられて、なんだっけ、ティフニーゴールドか、ティフニーゴールドのモーターを与えられているモデルですね。一応ちょっと専用のバスタブ車種を与えられてて、8.4V のバッテリーが入るように横が伸びてるんですけども、これであの専用の、そうですね、車種ボディで結構重量増になってしまってて、ちょっとモーターのパワーでプラマイゼロかなみたいな、そういう傾向はあるんですけども、一応スピードウェイパルさんのサーキットだとすごくちょっと重みは感じるんですけども、気持ちよくバシバシ走ってくれました。じゃあ動画どうぞ。はい、ビッグイックです。当時の限定ものじゃねえや、なんかの記念ですね、記念デザインで作ったものです。ボディカウルだったりなんかいろいろ豪華装備ついてます。じゃあ行きます。いろいろあの走り比べるとそうなんですけど、重さを感じますね。でもすごいやっぱロードホールディングもいいので、よく走ります。なんだ？なんかカーペット特有の引っかかりですかね、今バンパーでなんかウルトラシーンみたいな感じになりましたけど。あんまり数も切れないんですが、モーターのパワーで横滑りしてる、泳いだ2人ですかね。ちょっと他のモデルに比べると重さはあるんですけど、操作する楽しみはありますね。Okay.